あなたのお前を見やりたまえば、かれがれなる潜在の心ばえもことに見渡されて、のどやかに眺めたもうらん御恩ありさま、形も意図心ゆかしく哀れにて、え念じたまわで、各さぶらいたるついでをすぐしはべらんは、志なきようなるを、あなたの御恩とぶらい聞こゆえかりけりとて、やがてすのこより渡りたもう。苦労なりたるほどなれば、鈍色のミスに黒き幹長の隙影哀れに、追い風なまめかしく吹き通し、気配あらまほし。その子は傍らいたければ、南のひさしに入れたてまつる。光源氏が、朝顔の姫君を訪ねるところですが、結局この亡くなった式部卿の宮の屋敷を訪ねるのは、この姫君を心にかけて尋ねたわけですから今までのおばさんのお年寄りを見舞ったのは、一応の表向きのこと で、あなたのお前、つまり今まだ老人の方のところにいるわけですけれども、そこから姫君のいらっしゃる方をずっと見渡すと、潜在が、つまり御殿の前の植え込みですね、その御殿の前の植え込みの様子などを視線をそちらへやってご覧になるというと、ちょうどもう秋が深くなっているわけですから、潜在の植物も枯れ枯れになっているわけで、その枯れ枯れなる潜在の心映えもことに見渡されて、風情なんかも格別に見渡されて、心が惹かれるわけですね。姫君がのどやかにその秋の枯れ枯れの潜在の様子を のどやかにと言ってますけれども、本当にのんびりとというのとはちょっと違うわけですね心静かに、そして眺めたもうですから、今の眺めとは非常に違った、たびたび言っている思い屈した、そういう気分で満たされない気分でぼーっと見ていらっしゃる、そんな気分で眺めていらっしゃるであろう、そのご様子、姿形なども源氏の胸の中では心惹かれて、しみじみと思われて、で、え念じたまわでもう胸の中でこらえていることができなくって、
各サブライタルついでをすぐしはべらんは志なきようなるをあなたの御とぐらい聞こいべかりけり、いうふうになるわけでこんなふうに お伺いいたしました。そのいい折を、その機会を無駄に過ごしますことはいかにも気持ちが無いような感じがいたしますもの、あちら様へのご訪問は当然これから伺おうと思いますことです。あちら様へ訪問させていただくことにいたしましょう。まあそんなふうに言ってそのまますのこより渡りたも、すのこを通って姫君のお住まいの方へお移りになる。もう辺りが薄暗くなった頃だけれども、そのすのこの間と姫君のいらっしゃる一角のミスが垂らしてある、そのミスが鈍色なんですね。ミスの色も鈍色なんです。それから基調も同じような物色、父宮が亡くなられたわけですから当然、貴福の物色一色になっているわけですが、辺りがもう暗くなり始めた。そしてまず一番外側に垂らしてあるミスが鈍色のミスで、その奥に立ててある基調、移動式のついたて、そのついたてに垂らしてある布もまた黒色なんですね。そしてそれを通して中の人の姿がこうおぼろについて見えている。その隙影、しみじみと心にしみて感じられる。追い風なまめかしく吹き通し、追い風っていうのはその人がこう通った後、その人の着物に抱きしめてある香の香りがふーっと漂ってくること、匂ってくること、その様子を追い風、つまり源氏の君の歩かれた後、動かれた後、香の香りが生やかしく匂い立ってきて、気配荒まほし、なんとも理想的な雰囲気である。荒まほしっていうのはそうありたいと思う理想的な雰囲気である。すのこは片腹痛ければ南の庇に入れたて祭る。源氏の君をすのこの間に置いておくのは、これはいかにも
場違いで具合の悪いことだからして、で南表の南面の庇の間にお通し申し上げた。